このコンサートは吹奏楽を通じて青少年の健全育成を図ろうと浜田亀山ライオンズクラブが開催しました。今年は浜田市内の中学校と高校合わせて8校と島根県立大学が参加し、日頃の練習の成果を披露しました。また参加者の一人、島根県立大学の石川美優さんは石川県七尾市出身で、能登半島地震により自宅に被害を受けました。被災地の復興を願い、会場一体となって花は咲くを合唱しました。なお、コンサートの収益金は吹奏楽部の活動費として役立てられることになっています。